そうですね、やっぱりサロンワークを続けていくにあたって、やっぱりこう綺麗な仕事をしたいんで、やっぱりベースになる体っていうのはやっぱり整えたいなと思う。やっぱりよく心技体って言いますけど、やっぱり心と体と技術が伴って、やっぱり一つの仕事になるかなと思ってます。やっぱりその3つのうちね、どれが欠けてもちょっとバランスが悪いのかなと思ってます。いや、希望張るというよりは全集中常駐みたいなイメージですかね。でもあの リラックスしてるんですよ。リラックスしてるんだけど、まあ何事があってもいいような心の準備はしてるなっていう感じですね。ちょっと調子悪い時はマヌカハニーを舐めるぐらいですかね。こう一回頭をクリアにするってことですかね。もちろんこう新しい自分に生まれ変わるっていう、いつも朝が来ると新しい一日が始まると思ってるんで、やっぱ思考の整理をしたりとか、例えばこうリセットしたりとかする方がいろんなアイデアが浮かんでくるような気がしますね。やっぱりね、1日24時間しかないし、1年365日しかないんで、どう自分をコントロールしていくかっていうのはすごい大事なんですよ。もちろんね、睡眠時間はきちんと取らなきゃいけないんだけど、やっぱダラダラしてる時間があるんだったら、やっぱりね、動いたりとかしながら、やっぱりこうね、時間を上手に使ってね、1日1時間でもそういう時間を生み出せたら、1年経つとね、膨大な時間になったりするんで、そうするとね、 人とちょっとこう差がついたりとか、昨日の自分にね、あのより成長できたりとかすると思うんですね。なのでそういうことを大事にしてます。今年はね、やっぱり2020年はやっぱりこうコロナウイルスの影響があって、まあいろんなことがちょっと変化したなと思いました。新しい見せ方やり方っていうのをこうまた見つけた1年でもありましたね。やっぱりあとサロンワークの中でお客様が来ていただけることが当たり前じゃないっていうのを本当に痛感したし、やっぱりあのこういう状況で来ていただけることに本当に感謝しなきゃいけないなと思ったりとか、いい意味で原点に帰れた1年でもありました。まあ新たなスタートの年だと思っています。やっぱりね、もう止まってるとそのまま昔の人みたいになっちゃうんで、常に前進しながらやっぱり新しいやり方とか新しい可能性を模索して前に進んでいきたいなと思ってます。メインアシスタントでついている小林成瀬です。どちらかといえばこうみんなを笑わせたがるというか、みんなをこう明るく元気にしてくれるような人ですね。成瀬さんハッピーバイブスでって絶対言われるんで、いや言われて、いやでも言われるのと言われないのとでは全然違うなっていう、ハッピーに接してもらった方がお客様も嬉しいと思うので、それは私にとってもありがたいですね。いつも通り平常心でいい仕事します。この季節あの空気が乾燥してるんで、お客様にちょっと、
みんなお客様をこう一人一人ハッピーにできるように頑張りましょう。お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。そういうちょっと見えないところも見えてきたらいいな。はい、よろしくお願いします。井上君は、はい、どうしよう、いつも通りね、いい仕事をして、あのお客様を喜んでいただきましょう。今日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあアビーの木下です。松田さんいつも元気で、僕らがもう元気をもらうくらい本当社長なので、毎日楽しく働かさせてもらってます。副店長の横田優也です。スタッフ全員への愛情がすごく大きくて、僕たちも毎日それを感じながら楽しく働けています。東京のお父さんだと思ってます。ほぼね、レコードはちょっとこう A 面 B 面で20分ぐらいで終わっちゃうのでなかなかかけれないですね。これが好きですね。はい、小田島です。社長の松永はですね、もう31年の付き合いになるんですけれども、まあ同期のようで、パートナーのようで、お兄さんのようで、親友のようで、いつもずっと一緒にいるんですけれども、本当に美容が好きで、ポジティブに毎日過ごしてるなって、僕もそれを、真似して、生きています。松永さんは一番年上なのに誰よりもパワフルで、自分も負けちゃダメだなと思います。人によるんだけど、前髪の面積が少なければ、はい、あんまり入れなかったりするんだけど、今結構広いから。噂が山城美咲です。社長の好きなところは、朝からこう音楽をかけてビッグバン踊ってるところです。で、会社一元気でいつもパワーもらってます。井上良樹スタイリストです。一番上なんですけども、他のお客さん、僕のお客さんとかあのスタッフのお客さんにも気が使えて、なんかそういうところがやっぱ一流だなっていつも思ってます。で、ただオレンジ色ちょっと消してほしいんで、はい、アッシュベースでやってもらっていいですか。はい。で、前髪は細めで、1枚のパネルに3ミリピッチを 4本4本、うん、休みの日調子がいいときは、那須あずみです。スタッフのことを一番にすごい考えてくれてるなっていうのはすごい毎日感じて、一緒に働かせてもらってます。で、私のもうパワースポットみたいな感じで、すごくもう憧れの社長で、もういつも尊敬してます。一緒に働けてすごい幸せです。アシスタントの中尾穂中です。人を明るくできる人で、カットも早いのに本当に正確で、見てていつも勉強になります。柏目咲です。スタイリストです。いつも松永さん元気で明るくて、こうダンスとかに誘ってくれたりするのがすごい嬉しいです。はい、谷一馬です。スタイリストです。そのアビーの中でも一番やっぱフロアを盛り上げてくれるっていうのが一番いいところかなと思います。毛先まで行けば、毛先まで行けばオリジナルプリントです。消すチャンス。これはね、オリジナルプリントじゃなくてポスターなんですけど、ウォーホールとバスキアの写真です。ボブ・ディランの写真です。熊谷隆監督、
1969年のゲットバックセッションの時のビートルズです。一番奥にある波の写真は本間隆史さんの写真です。すごい寂しい。欲しいってさ、はっきり。一週間に1回は。マジ？セットリストがあって、その中にちょっと加えました。若干。ちょっと気分上げるために。嫌じゃなかったら、例えば、こう大きく髪の毛をこうスッと取って、例えばこういうところだけ結構もうグレーみたいな感じの色を乗せてもかっこいいのかなと思ってるんですけど、大丈夫？そういう感じでいきましょう。はい、もう任せます。2021年先生仕様。このくらいちょっと持って、根元4センチ開けてハイライトブリッジ入れてもらって、1枚、2枚、3枚、はい、もみあげのところも同じく入れてもらって、ね、太めのちょっと、そうそうそう、1センチ分かりました。それをこう、後でオンカラーする。はい、ちょっとお待ちくださいね。オッケー、シュー。あMaking CBD lotion. Maybe next year. Really? Yeah. Where? This is Itoul, my brand. Okay. Yeah. New item is Roll-on lotion. CBD. Made in Japan. Yeah. That's good news. That's good news. Yeah. Jared Leto. Yeah, I'm saying. I'm saying. Little bit cut, but this part is more little bit cut. Okay. Okay.You have no idea where. No, no damage. Okay, cool. Yeah. Yeah. Please touch. Please touch here. Yeah. Smooth. Yeah. Okay. Niche product. Totally. Yeah. Totally. How much is this? 3,000 to 2,000. Right. Oh, really? Yeah. This bottle. Oh yeah, I have one at home. Seeing this is getting me so excited. See ya. Dude, give me a hug, man. Thank you, brother. Can you take this one? 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 Can you take ノットフォーセルで。ノットフォーセル。ノットフォーセル。受付の山城です。松永さんはすごい細かいこととかにも、些細なこととかにも気がついてくれて、忙しい時とかにも結構大丈夫って声かけてくれる、優しい社長で、いつも助けられてます。レセプションの三つ止めです。一人一人に気使ってくれて、幸せのオーラいっぱいの人です。なんか場所によってね、あっ、じゃあ高いって言わせると、アシスタントはアビーの T シャツが配られてて、あ、これ一応1週間分支給してくれますね。半年に1回デザインが変わります。上のやつはネイバーフットとアビーのコラボのコーチジャケットで、一応バッグにデザインがあるんですけど。一言で言うと神でしょ。存在感入ってきた瞬間。